で、この歌の各フレーズの歌い出しは全部4拍目から1拍目に入ってきます、はいはい、だから4141、1、2、3、4、1の感じの入り方になってくるんですね。でこれで入ると、だからブランコを押してるのと一緒だから、ブランコは前に押してあげたら戻ってきますよね、はい、また押してあげたら戻ってくる。特にこの歌はその愛するの愛があの4拍目だから、先にスッとこう後ろに引いておいてあげてから、スッと愛するのすんとこで押す感じになりますよね、はい、でそうするとここに乗っかってる子供がこう乗っかったはいい、だけど後ろからガンガン押さないで、スッと引いてからスッとこう押してあげれば、あのブランコは気持ちよくスイングしますよね。でこのスイングがサビのところに来ると大きなスイングになってくるわけですよね、この歌ではね。でも全部形は4-1なんです。だからその4-1を上手に扱えるかどうかっていうのは、この歌のまあちょっとキーポイントになるかしらね。だから愛するね、愛でこうふっとあのブランコ引きますよね。愛することに、ほら今戻ってきましたよね、僕の声が愛する、ほらこういうふうに、これが今ブランコがもう戻ってきてる。ここは一切ほら押してるわけじゃないから、ブランコということは戻ってくるだけの音なのに、こんなに大きい声が出るんです。これが僕の言ってる表と裏で言うと裏の音になってきちゃうわけですよ、ね、だからあの1と2と3と4との表裏じゃなくて、1と3が表で、2と4これがちょっと裏だと思ってくださいね。そしたら押したものが戻ってくる、押したものが戻ってくる。愛することに疲れたみたい、そうするとこの松山千春さんなんかのうわーってこうすごいロングトーンの上手さ、これが出てくるわけです。じゃあちょっとやりますね。じゃあ特にこの高いところですね、はい、男ははダメですよ絶対ね。ここだからって怒鳴るわけじゃないんですから、これも男はいつも待たせるだけで、こんな感じで響きが強い響きが出る、はい、ね。だから全然力入れなくたって、はい、声っていうのはいくらでもボリュームが出るっていうのはそこなんです。ただ口口と思ってる人は、口っていうのは表しか行かないんですよ、ね、だから言葉がつながらない限り表と裏は出てこないわけだから、だからそういう意味じゃ乗らなきゃいけないからね。じゃあ一緒にやります、はい。さあもうブランコが揺れてますよ。前に行って戻って、前に行って戻ってますね。ブランコもう押してあげてんですね。もう乗ってる子供キャッキャ喜んでますよ。さあ行きましょう。はい。愛することに疲れたみたい、嫌いになったわけじゃない、部屋の明かりはつけてゆくわ、鍵はいつもの下駄箱の中、きっとあなたはいつものことと笑い飛ばすに違いない、だけど今度は本気みたい、あなたの顔もちらつかない。気をつけてくれ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた、それでも恋は恋。はい、OK です。もう参りましたね。だから歌い終わった時にその乗ってた子は、わー楽しかった、気持ちよかったならいいけど、後ろからどんどこどんどこ押して、ね、押されたブランコだったらば、もう絶対この人に押してもらいたくないっていうね、ブランコになっちゃいますもんね。だからその代わりこのサビの部分だから、あの男はーとかって、こういうわーとかそんなところに力入れないでね、男はーいつも後ろに繋がり、あ次に繋がりますから、男はーいつも待たせるだけで、すごく綺麗な響き。だからこの言葉と言葉の間に合ってる響きってやつが、なんていうのかしらね、うまい人と下手な人ね。だから言葉と言葉にある何かって言ったら、それは母音なんですけども、こいつがいかに響くかっていう。それはリズムに乗ったら誰でも響くんですよ。だけど乗らないと言葉だけ並べてるからポツ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 してしまうっていうね。だからテンポに乗って歌うっていうのはこんな感じだというふうにね、思ってくださいね。